見事なリフティングで登場したのは、昨シーズン限りで16年間のプロ生活に別れを告げた赤嶺慎吾さんです。 J リーグ通算428試合出場、88ゴールとストライカーとして活躍した赤嶺さん、5シーズンプレーしたファジアーノでは2016年、クラブ初の J1 昇格プレーオフ進出に貢献。準決勝の松本戦、後半アディショナルタイムに決めた決勝ゴールは今も語り草になっています。赤嶺さん、はい、注目選手を教えてください。はい、ボランチの木山選手です。木山選手、はい、どんなところが注目ですか？攻守において非常に、賢い選手だと思いますし、チームのためにも、はい、動いてくれてるなっていうのが見てて思いますね。ファジアーノ通算10年目を迎えたミッドフィールダーの木山晃平選手、中盤での体を張った守備や巧みなパスさばきで攻守に安定をもたらしています。赤嶺さんの注目ポイントは？自分は前の選手だったんで、やっぱり後ろの声、そのセンターバック、ゴールキーパーの声が聞こえない時ももちろんあるんで、はい、それをまあ伝達する、パスのつなぎ役もそうですけど、コミュニケーションの、はい、つなぎ役も一つ。最近ではダブルボランチの一角として先発起用が増えている木山選手、赤嶺さんはその効果を感じていました。木山選手が入ってより左の攻撃も活性化されたと思いますし、このバランスよくできてるなと今見てて思ってて、はい、そこら辺はこのどういった風に思ってるのかなと。守備のバランスがちょっと崩れてたので、うん、そこは意識して試合に出たらやろうっていうのを思ってましたし、はい、まあ、左の方出てることも多いので、うん、そっちの攻撃活性化できればいいなっていう思いで試合に、はい、出ています。徳本が高い位置を取れてるなと思いますし、この今マッチアゴ選手だって木村選手がより良さが出てるなっていうのは思ってて、左右だったり、まあ、真ん中ももちろんそうですけど、いろんなところから攻められた方が相手は、ま、絶対守りづらいと思うので、まあ、そういうのは引き続き意識してやっていきたいと思っています。お二人は一緒にプレーされてますよね。はい、はい、どんな先輩ですか？選手としてですか？人としてですか？どっちも人としてはもう沖縄の人なんで、はい、ゆったりした時間が慎吾さんに流れてるのですごく落ち着きますし、まあ、でも試合では本当に頼りになる選手で、前にいてくれるとすごい後ろから頼もしい選手でしたね。すごいゆったりとした時間が流れてるんで、でも試合になるとスイッチ入って結構相手の選手とバチバチやり、そうですね、よくありましたね、はいはい、それも好きでしたね。普段と違う試合に入ってスイッチが入る慎吾さん、はい、スイッチが攻守の期待じゃないですけど、やっぱり負けたくなかったので現役選手の時は、はいはい、岡峰さん、はい、注目選手もう一人いらっしゃるんですか？はい、フォワードのミッチェル・デューク選手です。デューク選手、はい、はい、どんなところが注目ですか？シュートの思いっきりでしたり、攻撃の起点になるところでしたり、本当にいろんなことができる選手だなっていうのは、はい、見てて感じます。空中戦に無類の強さを誇る現役のオーストラリア代表、安定したポストプレーや両足から繰り出す強烈なシュートも魅力の絶対的エースです。徐々にコンディションが上がってきていると見た赤嶺さん、同じストライカーとしてある変化を感じていました。アウェーの琉球戦でゴールして、次のホームゲームでもゴールして、そこから琉球選手自身もチーム自身も調子に上がったと思うんですけど、取ることによってやっぱりその感覚なりこの気持ちの面での変化はありましたか？I think I need to be the important player up top.
This is why I'm here. I know I can take a lot of attention away from defenders and I can bring a lot of quality for the team. So it'll be important for me to score goals and I'm confident when I'm scoring we'll win. 赤嶺さん、はい、共通点があるんですよね。そうですね、実はオーストラリア代表で監督やられてたのかな、もうアーニーアーノルド、あ、グレイマーノルド、ベガルタ仙台で監督でした。ちょっと体が大きくてちょっといかつい言い方がちょっと失礼ですけど、熱い監督でしたよ。That's why I also enjoy working with him in the national team and before the club, in the club football in Australia also. 非常に強いパーソナリティを持っているので、代表でも、以前クラブでも一緒にやってたので、oh, that's, yeah. that's nice to know he has worked with him as well to see his personality. 赤嶺さんが一緒にやられたことも知れてよかったです。ありがとうございます。まあ、シーズン、本当長いんで、代表戦も含めて、また楽しみに、はい、してるので、頑張ってください。Thank you very much. Hopefully, I can help Australia get to the World Cup. オーストラリア代表に連れてきるようにしたいと思います。ゴールも期待してます。Yes, that's the plan. Many, many more goals to come this year.